はい、皆さんこんにちは、高橋久典の久ちゃん。今日は何にしようかな、21にしようかな、17でお願いします。さあ、それではですね、今日のお題はですね、メジャーで出会ったクセモノたちっていうお題でですね、ちょっと お話ししたいなと思います。クセモノっていうとなんか、ね、今現ジャイアンツヘッドコーチの元木さんのなんかイメージがすごくあるんですけど、あのメジャーでもね、やっぱね、あの同じチームメイトだった人でもかなり多くいるなっていうふうに思うんでね。まず一人目、まあこれね、メジャー屈指の外野手って言ってもよかったんじゃないかな。その当時はもうかなりスーパースターの一員だったトーリー・ハンター。これはね、クセモノだったな。まあなんかいい意味でのね、ものすごく野球に対する考え方だったり、いろんなねことをしてたなっていうのを、まず1個はメジャーリーガーの人たちってあんまりこうなんか癖とかね、まあ今でこそサイン盗みで、ね、かなり話題になってるけど、癖を見るとかサイン盗むとかってなんかそういうインチクサイことをやらないのかなと思ってたら、トーリーハンターはあんだけスーパースターでもやってたんだ。それがやっぱりいいね、毎年2割8分から3割ぐらい打ってホームラン30本ぐらい打つバッターだからこそそれができたのかなっていうふうに思うし、で常にクラブハウスに相手投手のビデオが必ずクラブハウスに流れてるんですよ。試合前に常にピッチャーのビデオをずっとこう、これはストレートの時はまっすぐの時はこうなってるなとか、グローブがこうだなとかいうのを一人でつぶやきながらずっと見てる。すんごいピッチャーのこと研究してたよ。だからそれを癖をいろいろ見て、実践して結果を出すっていうことをやってたのはトーリーハンターじゃないかな。で守備がめちゃくちゃうまかった。オールスターでバリー・ボンズがホームラン戦のあれ打ってキャッチしちゃったんだよね。でそれでなんかすごく有名になったんで、イチローさんはその時出てたのかな、確かオールスターに。まあそんなトーリーハンターですね。まあ、これは一緒にエンジェルスで一緒にプレーしましたね。で2人目、アレックス・コーラ。多分皆さん名前聞いてちょっとんなんだよっていう人いるかもしれないですけど、去年レッドソックスの監督やって優勝して、でその前にベンチコーチでアストロズのベンチコーチをやって優勝して、ワールドチャンピオンになったんですよね。2年連続でワールドチャンピオンになった。でそのアレックス・コーラーと一緒に現役時代やったんですけど、この問題、まあ、詐欺盗みの問題ですよね。まあ、なんかそういうことやりそうだなっていうのはありましたね。その当時から現役時代から癖もそうだし、サインもかなりセカンドから見て味方のチームメイトに送ってたっていうのもあったんで、かなりそれはねやってたような気がする。でもね、選手的には打つのはあんまり良くなかったけど、やっぱりそういうちょっと違うところを見てる人にこう気遣えるところだとか、いろんなところをこうなんか見てる選手だったなというので、かなり元木さんにすごく現役時代もね似てたんじゃないかなというんですね。だからクセモノというのは一番合うなっていう人じゃないかな。このアレックス・コーラ2人目。3人目、クセモノっていうか、まあプレーでクセモノっていうより面白かったなっていうのは、CJ ウィルソンっていうピッチャーの、まあね、本当に左のなんか本格派ピッチャーみたいな感じで、すごくいいピッチャーだったんだけど、ここにタトゥーが入ってるんですね。で、その、まあ、本当まさしくね、健康志向で、本当に体に悪いことは、あんまり体に入れない、悪いものは体に入れないっていう、選手なんだよね。で、ここに日本語で、無毒って書いてある。無毒って感じで、まあそれがねちょっとね、まあクセモノっていうか、おこいつ変わってんなっていうふうに思った。なんかね、なかなかその言葉自体もね聞かないなっていうところで面白かったなっていうところが、CJ ウィルソンをクセモノとして変わってるなっていうところを入れました。はい、そして4人目、ケイロット、フランシスコ・ロドリゲス。かなり素晴らしいクローザーで、僕はメッツで一緒にやったんだけど、まあもともとねエンジェルスにいて1年間に上げた60セーブっていうのが
未だに抜かれてない記憶だったと思うんだけど、確かそんな、ね、記録を持ってる。で、メッツの時にケイロットと一緒にやったんだけど、すっごいやんちゃなね、喧嘩っ早いやつだったんだけど、根はね、ものすごくいいやつで、35歳の時にルーキーやったから、まあ、すごく気使ってくれたりした選手の一人なんだけど、ゲーム終わって、まだ結婚してなかったその時の当時の彼女が試合見に来て、その両親も見に来てて、でファミリールームっていうのは必ずね、メジャーのファミリールームっていうのは必ずあるんで、そこで彼女のお父さんと殴りの喧嘩しちゃって捕まって、そのままその日に何パトカーに乗せられて警察に捕まっちゃった。1日拘束されちゃって、で2日ぐらい出てこなかったのかな、1日か2日出てこなくて、でまあね、それこそ自粛ですよ。で僕が初めて先発する日、サブウェイシリーズのヤンキース戦も大事な大事な一戦の時に先発するってなって、よしこれはなんか一旗あげてやろうみたいな気持ちにいたわけですよ僕は。でまあね、球場入って、でその前の日に試合終わって、なんかざわついてるからどうしたのみたいな話したら、ブルペンコーチとなんか取っ組み合いになりそうになったんだって、んでみんな止めたんだよって言って、で次の日ね来て、僕は先発だから、あとりあえずもうすぐ来たらミーティングが始まって、この問題についてどう思うんだみたいな、こう議論を全員でして、チームの雰囲気が最悪になって、こんなんで先発できるのかよと思いながら、その一日を過ごしていたわけですよ。でね、まあ、なんだかんだちょっとまあ結果ね、サブシリーズの結果良かったんですけども、6回無失点でなんとか乗り切れたんですけど、でもケイロットとフランシスコ・ロドリゲス、まあクセ者っていうわけじゃないけど、こいつとんでもないやつだなっていうふうなことで4人目に。さあ5人目、クセ者っていうか、ちょっと吹き出して笑っちゃったっていうのがあるんですけど、エンジェルスにいたイズトゥリスっていう、まあ、オールランドプレイヤーですもんね。でそのイズトゥリスが、まあ、飛行機がちょうどね、移動の飛行機、僕がエンジェルスって決まってたから、僕が12番でイズトゥリスが13番で、3列こうもらえるわけね。でその飛行機の移動でイズトゥリスと、まあ、その始まってちょっとぐらいしてるから CA の人がクルーも全部一緒なのね、移動するときは必ず。でそのイズトゥリスのとその CA の方がなんかちょっといい感じでこう話してたんだよね。でそのね、次の次ぐらいの遠征行くときかな、飛行機ってこうポケットにインフォメーションだったり、そこのメニュー、ご飯のメニューがあって、それをパッと、今日何かなと思ってパッと見たら、そのメニューに大きくハートで13って書いて、いや、イズトゥリスが13番だから、背番号で13って書いて、あれこれなんだろう、やばい、俺見ちゃいけないものあっかなと思って、で、それをしまおうと思ったら、その何 CA がパッと来て、パッとそのメニュー取って、で、イズトゥリスのやつを僕のメニューを持ってきて、ちょっと変えたの。え、これってもしかしてCA とイズイはいい関係なのかなって、まあ、ちょっと聞けなかったんだけど、まあ、その時はなんかいい感じなのかななんていうふうに思ってたんですね。でその次の遠征の時、前にまたポケットになんかピンク色のものがちょっとこうなんかペロって出てたんだよね。でそれなんだろうなと、あれおかしいなと思ってパッと開けてピュッて出したら、女性の下にあったんですよ、ティーバッグに。やばっと思ってすぐこう隠して、あれやばい、俺なんだこれ、誰か置いていっちゃったのかななんて思ったら、またそのね、ちょっと CA の人が、同じ人が来てパッて立って、その俺の、まあ、前のその何ポケットから多分取って、でそれをポケットに入れてパッて恥ずかしそうに言ったんだよ。多分これはこの席はイズトゥリスの席だと思って間違えて多分やったんじゃないかなっていうところで、イズイとできてたんじゃないかっていう勝手な憶測の話まあこの5人のクセ者たち、なかなかいい経験をさせてもらってます。メジャーリーガーにはこんな人たちもいるんだよっていうことでした。皆さんどうでしたでしょうか、このクセ者たち
楽しんでいただけるでしょうか。もしまだチャンネル登録をされていない方、チャンネル登録をしていただけたら幸いでございます。それでは本日はこれまで。バイバイ。